バルカンはアストン・マーティンが2015年に発売したスポーツカーである。サーキット走行専用車のため公道での走行は不可。24台のみ生産され、日本円でおよそ2億6千万円で販売されていた。車体はアルミ合金製車ーにカーボンファイバー製ボディの組み合わせ。アンチ外部ジオメトリを備えたプッシュロットサスペンションが搭載されており、ダンパーとアンチロールバーの前後、を、 調整可能なマルチマティック車のダイナミックサスペンションスプールバルブやドライバーが調整可能なアンチロックブレーキシステム、可変式トラクションコントロールが装備されている。エンジンは7.0リットルノブ型12、気筒自然吸気エンジンで最高出力 831PS、7750rpm、最大トルク 800nm、6500rpm を発生。 エキストラック製の6足、シーケンシャルトランスミッションと組み合わせられる。乾燥重量は 1350kg。ブレーキはカーボンセラミック製で、タイヤはミシュラン製のパイロットスポーツカップ2が組み合わせられる。タイヤサイズはフロント 380mm、リア 360mm。バルカンはフェラーリ XX プログラムやマクラーレン P1GTR と同様に、 イベントでサーキットを走行するには、メーカーの承認を受けなければならないが、全室2車とは異なり、購入者は車を個人で所有することができる。バルガンのアメールプロパッケージは、2017年のグッドウッドフェスティバルオブスピードで発表された。このパッケージには、ガーニーフラップ付きのデュアルエレメントリアウィング、大型カナード、サイドホイールアーチルーバー、 ステアリングレスポンスを向上させるためのターニングベーンが装備されており、空力性能を中心に改良が施されている。これにより、通常仕様と比べてダウンフォース性能が27%向上している。エンジンは通常仕様から変更ないが、ギアレシオは加速性能向上のためクロス寄りに変更されている。イギリスのエンジニアリング会社である RML グループは、 行動を走行できるよう快量を施したバルカンのロードカー仕様を発表した。地上高を確保するために車高を上げ、背面の LED ブレードはプラスチック製のライトハウジングで覆われた。フロントフードにはヘッドライトが新設され、アストン・マーティンのデザインスタディにマッチした形状とした。フロントノーズの側面に装備していたカナードは撤去され、スプリッターの長さも短くなっている。 エンジンは排気ガス規制に適合するための改良が加えられたほか、冷却効率を高めるためにサーキット仕様とは異なる冷却システムを搭載する。最高出力はサーキット仕様と同一。トランスミッションではギア比の変更のほか、クラッチもよりミートが容易なものに変更された。足回りではスプリングとダンパーレートが行動走行向けにリセッティングされ、 ステアリングのロックとロックも大きくなっている。サーキット仕様のサイドミラーは安全基準に適合しないため、ユニットごと DB11 のものに交換された。また、フロントウィンドウにワイパーとウォッシャーが追加された。リアワンパーはナンバープレートが取り付けられるよう改良された。リアウィングの翼端板にはウインカー用のアンバーライトストリップが新設された。 インテリアは視認性を考慮して、シートとステアリングが変更された。また、イモビライザーも標準で装備される。ありがとうございます。